どうも、スノホリの森田優香です。ついに来ましたね、このシーズンが。サマーシーズン到来です。ここはガーラ湯沢スキー場です。冬とだいぶ雰囲気が違うよね。そうだね、全然違いますね。雪がないだけですごいこの夏感がありますね。ということで、後ろにドーンと見えているサマースキーピスラボを今日は滑っていきたいなと思います。はい、ガーラがオープンしたっていうことで、ちょっとそのピスラボってどんな感じなのかなとか、サマースキーってどんな感じなのかなっていうところを皆さんにお届けしたいなと思います。結構気になるんじゃない？スキーって結構雪の上を滑るスポーツって思う方多いですけど、うん、このサマーゲレンデ、サマースキーってどういう風に滑っていくんだろうみたいな感じで、うん、すごい興味があると思います。はい、でサマースキーってすごい冬につながるトレーニングになると思います。やっぱ道具も冬のものを使うし、雪で滑ってる感覚に近いんだよね。うん、なので冬にあともうちょっとで掴めそうだったっていうところだったり、まあこういうことを練習してみたいなっていうのはサマースキーですごい実践できると思うので、ぜひあの冬のためにもやってみるといいかなと思います。はい、でこのサマースキーピスラボってエッジを立てないとこうカービングターンにつながりにくいんだよね。冬よりごまかしが効かないというか。ああ、なるほどね。だからそのカービングターンを練習したい方とか、私たちもここガーラ湯沢スキー場でレッスンをしているので、ぜひ来ていただいて冬に向けて練習していければなと思います。レッスンの詳細は概要欄の URL から確認できるので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、じゃあ早速履いていきたいと思います。じゃあリフトに乗っていきます。なんかこの感覚久しぶりの感覚ですね。このサマースキーの感じ。見てください、こうやってサマースキーはスプリンクラーで水をこう撒いて滑るようにしてるんだよね。これ水がないとカピカピで全然滑らないんだよね。春雪で水が上に浮いてるとさ、うって前に詰まるじゃん。あの感じと同じ感じ。なるほど。になるから、こうやって水が撒いてあるとこだとすごい滑りやすい。だから意外とね、雨とか滑るんだよね。なるほどね、うん、あんま気温高すぎると滑んないよね。あ、そうそう、カピカピになっちゃうからね。だからね、朝とか夕方とかちょっと湿ってきたくらいの感じの方が滑りやすい。そんな特徴があります、サマースキーは。上に着きました。はい、上の風景はこんな感じですね。はい、ここもよくさ冬動画にしてたけど全然雰囲気違いますね、うん、やっぱり。ここメロディーコースっていうコースです。冬だと初級者コースだけど、夏になるとシャドウがちょっと急に感じるよね。ちょっとね、うん、やっぱり雪はさ積もってシャドウがなだらかに見えるけど、うん、これは本当に地形が出てるから、うん、少し冬よりは急なんじゃない。そうだね、うん、そんな気がします。じゃあ早速滑っていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。
ここら辺でさ3本ぐらい滑ってきましたけど、はい、どうです？サマーゲレンデの感想は。久しぶりのサマースキーは面白いですね。じゃあさ、うん、そのトレーニング感覚じゃなくても、うん、普通にやっぱこうサマーゲレンデを楽しむって感じで、うん、あ、そうだね。あんまりこう練習とか考えずに今滑ってたかも。何が面白いというかさ、こう楽しい、うん、やっぱスキーにいたところがすごいあるので、このグーンっていうターンの感じとかスピード感とかすごい面白いです。で、今日はこんなに快晴ですごい暑いんだよね今、うん、30度くらいあるかな。でもこう水しぶきとか風とかですごい気持ちいいです。涼しい。やっぱそのスピードで風を切る、うん、その感じとか気持ちいいんですね、うんうん。あとちょっとやっぱサマーゲレンデって道具ってどうすればいいのって思うじゃん、うん、だからそこら辺も教えてほしいです。はい、じゃあちょっとサマースキーに必要なアイテム、うん、いってみましょうか。はい、まず足元からいきますか。そうだね、はい、基本冬とは変わんない。うん、基本変わらない。スキーだしね、うん、うん。まずは板です。じゃん、はい、これはね今年初めて作ってみました。スノホリオリジナルバルシップです。これはこの滑走面見てもらうと普通のスキー板と違って横がこうステンレスなんだよね。普通の板だとこの部分に摩擦がすごい生じてスピードが出づらかったりターンがしにくいんだけど、そんなことが改良されてるバルシップ専用の板なのですごい滑りやすいです。バルシップ専用の板ですか？ピスラボじゃなくて。間違えた。ピスラボ専用の板です。ちなみにさ、うん、知ってた？バルシップを後ろから読んだら。ピスラボなんだ。そうなんですよ。へー、知らなかった。このバルシップの文字を逆から読むとピスラボになってるんですよ。うん。二つとも同じメーカーが作ってるやつだしね。そんな感じで、私はこのサマースキー用の板、今年から使ってますけど、普通のスキー板でも全然滑れます。だけど、冬使う板を使っちゃうと、さっき言ったように摩擦でこう板がダメになっちゃうので、もう使わなくなった板とかを使ってサマースキーは滑るといいと思います。で、そういうのない方は、ガーラだとこのバルシップのレンタルとかもやってるので、そういうのを使ってみるといいと思います。サマースキー専用の板じゃなくても、うん、普通の板もレンタルしてるしね。あ、そうだね。どっちでもできる。で、大事になってくるのがこのエッジなんですよね。最初に言ったようにこのピスラボ、まあ、サマースキーはすごいねこうエッジを立てないとずれやすいんですよね。そういう性質があるのでできるだけこうエッジが立っててエッジが立てられるとヒュンって板が返ってくるのでこのエッジ立てることはすごい重要です。じゃあやっぱエッジは立てるんだね結構。うん、エッジはねもうバリが出ててもいいと思う。そのくらいでちょうどいいかな、うん、引っかからないと怖いからエッジは立てた方がいいと思います。はい、で次あとブーツとかは。はい、ブーツこれもね去年一昨年使ってたブーツ、古いブーツ使ってます。これは完全に冬用のブーツです。ブーツはまあできるだけ古いのの方がいいかな。これもこう見てもらうとこのさ粉がついたり草ついたり油が飛んできたりしてブーツの性能が変わってきちゃうのでできるだけこの冬使わないブーツの方がいいと思います。まあ安心だよね、うん、その方が安心、うん、で次これは葉っぱです。水しぶきがさっきも言ったように多いので、まあ、カッパとか履いた方が濡れなくていいです。で長袖はこう日差し強いので日焼け対策この辺もですね、と帽子サングラスすると、まあ、日焼けしづらいのでいいと思います。あと手袋とストックは冬用でいいと思うんですけど、まあ、これもねできれば古い方がいいかな。折れちゃったりすると嫌じゃん冬のやつが。なのであんまり新しいのは使わない方がいいと思います。大事なのがこの手袋です。この見てもらっても分かるんだけどこの鋭利なブツブツですよ。
これに転んだらどうなると思いますか？すごい痛いんですよ。このね、当たるのも痛いし、擦り傷みたいになるので、初めての方とかはプロテクターしたり長袖長ズボンですることをおすすめします。手袋はマストです。指ガッていったりするとすごい痛いし、爪割れたりするので手袋はマストだと思います。こんな感じで、まあ私は完全防備スタイルで行ってます。じゃあもう一本滑っていきましょうか。こんな感じでサマースキーガーラのオープン日ですね、滑ってみました。ガーラだとこういうピスラボもあれば、後ろにこうマウンテンカートがあったり、バンジートランポリンがあったり、今年からこのバギーっていうのもあったり。あれかな、大きい車。サマースキー以外も夏のアクティビティいろいろ楽しめるので、練習だけじゃなくて遊びに来てみるのもすごい楽しいかなと思います。という感じで今回は終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんもサマースキー、サマーシーズンも楽しんでみてください。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。